安田正史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田正史です。的場浩司です。よろしくお願いいたします。この番組は我々若手俳優安田正史と的場浩司がお送りしております。さて、この番組タイトルセカンドベースなんですが、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、2人とも俳優として次セカンドの土台ベースになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。それではまずは我々2人の自己紹介をさせていただきたいと思います。今喋っております、僕安田正史は1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球漬けの生活でしたが、現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。いつかは幼い頃からずっと頑張ってきた野球をテーマにした作品に、まあ、出演したりスタッフとして携われたらと思っております。最近の活動としましては、今年の秋公開予定の映画ラストソングはという作品に、くぬぎゆうさくというラジオ局のディレクター役で出演させていただきました。予告編がアップされましたらこの番組でも紹介させていただきますので、皆さんぜひご覧いただければと思います。また昨年ブルガリアソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャーコミックコン2019で、招待上映された映画22世紀寓話にも出演させていただき、こちらはですね予告編がアップされておりますので、ぜひ22世紀寓話で検索いただければと思います。そして今お話しさせていただいておりますのは的場浩司と申します。山形県酒田市出身の22歳、現在昭和音楽大学のミュージカルコースに在籍しながら、ドラマや映画などの現場でエキストラやスタンドインなどで参加させていただいておりますとともに、映像演技のワークショップなどでも勉強しております。この番組でもご紹介させていただきました、僕が在籍しておりました、昭和音楽大学の卒業公演スーシカルでは、主要な役柄を務めさせていただきましたほか、安田さんが、ご紹介された今年の秋公開予定の映画ラストソングはで、僕は、草壁大吾として、出演させていただいております。安田さんの後輩 AD の役で出演させていただいております。そして、センストークになってしまいますが、親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って頑張っていこうと思っております。それでは今回最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田正史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅とその駅数がですね必ず往復ジャスト50駅に、田端まで帰ってくるというものです。まあ、ちなみにちょうど50駅にするために、行きと帰りのルートは意図的に変えるようにしております。で今回向かった場所はですね、神奈川県にあります海老名市にある、海老名駅です。この海老名駅に向かった理由なんですが、昨年のですね11月30日に、開業いたしました、相鉄、JR 直通線にちょっと乗ってみたいなという思いがあり、またですね、高速道路などで海老名サービスエリアとかよく、はい、テレビとかでたびたび紹介されているのを見るので有名ですね、はい、電車の方の駅、まあその海老名駅はどうなってるんだろうかなっていうのをちょっと気になったので、はい、ちょっと今回この海老名駅までちょっと目指してみました。さて、海老名駅のちょっと、概要を少し紹介させていただきたいと思います。はい、小田急電鉄と、相模鉄道 JR 東日本の3社の鉄道駅なんです。で小田急では小田急小田原線、相模鉄道では、総本線と呼ばれる路線、そして JR 東日本は、相模線の3路線が乗り入れしているんですね。小田急線には、常磐観光線、相鉄本線には、埼京線が乗り入れしているため、海老名駅を発着する全ての路線で、JR 東日本の車両が乗り入れしているらしいです。なお、グループ会社同士でない鉄道会社が3社以上乗り入れしている駅の中で、まあ、同一会社の車両が全ての路線に乗り入れする駅は海老名駅が唯一だそうです。はい、これ調べてみて僕も初めて知ったんですけれども、はい、そして開業なんですが小田急電鉄の方の、海老名駅は1941年昭和16年の11月、相模鉄道の方は
同じく1941年の昭和16年の1月、うん、そして JR 東日本は1987年の昭和62年開業だそうです。そして利用状況なんですが、小田急電鉄の小田急電鉄さんは、2018年度では1日平均乗降人員は153,713人だそうです。相模鉄道では2018年度の1日平均乗降人員は123,951人で、 JR 東日本はでは、2018年度1日の、乗車人員ですね、こちらは、は10,427人だそうです。さて、早速ですが、今回のルートに、説明をしていきたいと思います。行きはですね、山手線の外回りに乗りまして、田端駅から大崎駅まで行きます。ここで14駅です。14、はい、はい、そこで JR、JR 相鉄直通線に乗り換えまして、大崎駅から目的駅の海老名駅まで行きます。ここで7駅、うん、駅の合計は21駅となりました。21、はい、はい、そして帰りなんですが、帰りは、少し変えまして、はい、JR 相模線に乗ります、うん、そしてここから海老名駅から橋本駅まで行きます。ここで8駅、そして JR 横浜線に乗り換えまして、橋本駅から八王子駅まで行きます。ここで4駅、そして JR 中央線通勤快速に乗り換えまして、八王子駅から新宿駅まで行きます。ここで9駅、そして最後に山手線内回りに乗り換えまして、新宿駅から帰りのゴールの田端駅まで行きます。ここで8駅で、合計しますと29駅ということで、行きと帰りジャスト50で行くことができました。はい、というか、ね、感想なん行ってみた感想なんですけれども、はい、まあ、駅のすぐ近くに、ショッピングモールがあり、すごく賑わっていたんですね、はい、小田急電鉄 と、相模鉄道 の、東口にはですね、丸いがあり、JR 東日本の方の西口の方にはララポートがあるんですね、はい、なので車で行く必要もなく、しかも徒歩駅着いて改札出て5分かからないかぐらいの、はい、すごい近いところで行ったので、まあ、僕が行った時も休日ですごい買い物客だったりの方がたくさんいて、すごい賑わっていたなって言って、あとですね、このショッピングモールの他にも映画館だったり、あとそのコンビニとかもホテルとかもすごいいろいろの何でも揃ってるなと思って、雑貨屋なりとか、もうここの駅で多分全てが揃うんじゃないかなっていうぐらい本当に店が本当にいっぱい出てて、おすごいなと思って思いましたね。僕はあれですよ、映画館があるのすごい大切にしてるしかもこの映画館2つあるからね。そうなんですか。だからすげえなーと思っていいな、見放題じゃないですか。見放題はお金があればねそうですね。そう、しかもその丸井の方には、はい、海老名中央公園という、まあ、小さい、はい、公園があるんですけど、そこに、70の塔があって、まあ、それがちょっとびっくりしちゃいましたね。すごい70の塔、はい、そのちっちゃい、その20メートルぐらいのちょっとモニュメントじゃないけど、そのレプリカじゃないんですけど、そういうのがいきなり駅出てボーンって、その丸井の行くところにドーンって立てて、え、なんでここにこれがみたいな確かに、そうそう、なんか昔その海老名の近くにそれが立ってて、はい、それの小さい縮小版みたいな、小さくしてるんですね。そうで立っているっていう感じなんですね。はい、ということで今回この海老名駅に行ってきたんですけど、だ本当にね、コウシ君が言ったように映画館あるの本当にすごいなと思って、そのララポートとかそのショッピングモールっていうとなんか家族連れとかいうイメージがあったんです。イメージありますね。なんですけど、映画とかそういうやっぱり雑貨とかも充実してるんで、そういう学生さんも結構多いなっていう、もうイメージがあって、あーすごいなと思って。僕も小田急線沿いなので、住んでるのが小田急線沿いなので、その海老名駅にはまあ行かないですけど、行ってみたいって人はでも今回知れたので、そうだね。そうなの。だから本当に今回ぜひね、聞いて、これをラジオを聞きになってるリスナーの皆様も、もしよろしければ本当駅にすぐ降りてすぐなので、もうご家族だったりお友達でしたり、まあ、カップルでも全然行けると思うので本当におすすめの場所です、はい、本当。はい、
以上、今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして今お聞きの放送セカンドベース担当は安田正史と的場浩司でお送りしております。さて続いてのコーナーは浩司くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、題して今月のプレイリポート。では浩司くんお願いします。はい、今回は、2月13日に東京都渋谷にあります東急シアターオーブで、公演しておりましたブロードウェイミュージカルドリームガールズを拝見してきました。はい、簡単にあらすじの方を説明させていただきますと、舞台は1962年ニューヨーク、シカゴ出身のエフィ、ローレル、ディーナの3人はボーカルトリオドリームメッツを結成し、歌で成功しようとオーディションを受けていた。やがてカーティスという男に出会う。はじめはスターのバックコーラスを務めていたが、デビューを果たし多くのヒット曲を放ち、トップスターの仲間入りを果たす。しかしその成功の裏には多くの葛藤犠牲になるものがあってというお話になっております。はい、ちなみにあのドリームガールズっていうのは見たことありますか？僕残念ながらまだ。実はあの2009年にドリームガールズっていうのはあの映画化されまして、その時にはあのビヨンセとか、ビヨンセさんとか、ジェイミー・フォックス、エディ・マーフィーなどの方々が出演されておりました。僕もあの最初知ったのは DVD なんですよ。実は DVD を見て本当にいろんな曲がもう曲の宝庫みたいなミュージカルでして、本当にあのミュージカルを楽しみたいというか、まあ、歌を楽しみたいという人には本当におすすめのミュージカルかなって思います。でその映画版は2009年なんですけども、1980年にブロードウェイで初演されました。で僕がこのミュージカルのやっぱ特徴というのはですね、やっぱ歌なんですけれども、やっぱ歌っていうのは例えばオーディションとかお客さんの前で歌う歌と、例えばミュージカルみたいに自分のこう感情を表す歌っていうのはやっぱ違うじゃないですか。やっぱ人前で歌ってるのかどうかっていう、なんて言うんでしょうね、そのちゃんと歌ってる。ミュージカルは表現として歌を使ってる。だけど実際シンガーソングライターの方とかは歌って表現するじゃないですか。でその2つが含まれてるミュージカルがこのミュージカルなんですよね。そこがあんまり他のそのミュージカルではないような構成になっているなって思いますね。確かに。はい、あの僕が卒業公演させていただいたあのスーシカルっていうミュージカルでも同じような構成でして、そのセリフが主じゃないんですよ。歌とともにこう物語が進んでいく、それがですねこのミュージカルを見てすごいあの歌の力っていうのを感じます。やっぱりやっぱりその歌プラスなんですけれども、その照明とかステージの使い方がまた豪華なんですよ本当に。その豪華っていうのはそのオーディションの風景っていうのはやっぱりこうビカ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 っていうかオーディションじゃないライブです、ライブ会場でも あの照明がすごいじゃないですか。そうだね、そういった演出もあったり、またはあのライブだ、よくあるライブだとあのアーティストさんをカメラで映して、それをバックモニターにこう映すんですよ。あるねよく。でそれを遠くから見ても分かるようにするっていう、それを実際にミュージカルでも使ってるんですよね。なんでこの場面場面で確かに歌だけが進んでいくんですけど、実際その場面が例えば人前で歌ってるのかなのか、もしくは自分がこう表現したくて、あなたが好きだから歌ってる歌なのかっていうのはすごい分かりやすく伝わってくるので、その表現としてというか、その、まあ表現としてもそうですし、やっぱりその DVD じゃ分からないぐらいのその凄さというか、リアリティ、まあその、そうですね、リアリティがある感じがしましたそうだね。でそうですね、やっぱりエンターテインメントの世界を描いてるミュージカルになるので、そのやっぱりここまで描くのかっていうところまで描く、その成功してからの闇というか、ビジネスの上で成功するとはどういうことなのかっていう、その波乱万丈な舞台を、その結果その彼らという彼女たちは不幸だったのか、もしくは幸運だったのかっていうのは、確かにね、その夢をつかむってことはどういうことなのかっていうのを表してるすごいあのミュージカルだと思います。ぜひ見に行ってほしい。まずは DVD から、お求めください。以上、お楽しみプレイリポートのコーナーでした。さて続いてのコーナーはモッケダの山形
ということで、このモッケダノーは山形の方言でありがとうという意味だそうで、はい、まあ、標準語に直しますとありがとう山形。まあ、孔子くんにふるさと山形の魅力を紹介していただくコーナーです。では孔子くんお願いします。はい、かしこまりました。さて今回は、もう少しで春を迎えるということで、そうだね、山形の春祭りについてご紹介させていただきたいと思います。いいね。調べてみた思ったことなんで、やっぱり春になるといろんな祭りが出てくるんですけれども、やっぱりこう山形にも多くの 春の祭りがあることが分かりました。はい、その最初にご紹介させていただくのは、うん、厳島神社祭典、ネズミが関のみこし流しという、祭りになっております。毎年の4月15日から、山形県の鶴岡市で開催されるんですけれども、うん、よくある豊漁と豊穣を願う、うん、そういった祭りになる、うん、昔からある祭りになっております。その流れといたしましては、朝9時から始まるんですよ。早いね。朝 9時からあの白装束、白装束って言って、うん、あの白で、うんうん、でその精進人と呼ばれているこう若者がこう神輿を担ぎながら町中をこう練り歩くわけですね。うん、そのたあの太鼓とか笛とかピーと弾きながら、それを、そうですね、それでその時間はなんと5時間、5時間も5時間担いでんの町中を 歩いて、すごいね。でなんといってもこの祭りの面白いところは、うん、その祭りその担ぎながらみんなベロベロに酔っ払っていくんですよ。どういうこと？どういうこと？要は神輿を担ぐ前にいっぱい飲んじゃう。その後に、うん、そのいろんな、まあ、おみきと呼ばれるあの神様の水と書いておみきというのを、うん、あの地域の方々からどん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 もらっていくんですよね。でそれを飲みながら飲んで、うん、最終的にもうフラフラになりながら川に入水していって、その神輿を要はまあ浮力で浮くじゃないですか。うん、そうだね。でそれを流しながらその神輿と人々に、人々というか人々その白装束を着た方々にこう掛け合うっていうのがあります。なるほど。で2つ目、ご紹介させていただくのは、はい、天神桜祭りです。はい、こちらは、4月18日19日開催予定です。はい、山形の天童市で開催されるんですけれども、はい、僕はこの祭りでやっぱ注目してほしいのは人間将棋っていうのがあるんですよ。ほう。あの甲冑を着た武士とか着物姿のこう腰元を地域の方々が演、なって、うん、それをあの実際本当に巨大な盤というか、あ、将棋盤作って、うん、あ、盤というかまあ囲いを作って、うんうん、そこでこう人々を、人間を駒に見立ててこう将棋をしていくっていう、すげえ。本当に見ていてというか、まあ、毎年12万人ぐらいの来場者が来られまして、すごいね。本当に見て損はない祭りだと思います。面白そうだね。それは面白いですよね。はい、で最後にご紹介させていただきますのは酒田祭りというもの。はい、地元のね。そうですね、僕の地元は酒田なんですけれども、はい、毎年5月19日20日今年は21日が裏祭りとなっております。はい、山形県の酒田市で開催されるんですけれども、こちらは、1609年から続く、うん、もともとはあの山王祭りと呼ばれていたんですけれども、山王祭り、はい、1976年にあの酒田大火っていう、大体あのホームページにはあの戦後の4番目に大きいあの火災だった、そんな火災があったの酒田市に。そうなんですよ。実際そんなに大きかったらもっと被災というか、まあ、される方が多いと思うじゃないですか。うんうんうん、でも実際は一人しか亡くなってないんですよ。うん、あ、まあ、それも救助隊の方一人。いやー、そうなんだ。大火災の割には、大火災の割には本当に大、うんうん、そうですね。でそれの、復興記念として、うん、その1979年から酒田祭りと呼ばれるようになったそうです。あ、なるほど。そんな裏がありつつ、うん、19日は、芸能披露といった、うん、あの踊りとかそういったものが、主としてまおりまして、うん、20日は大獅子、小獅子、山ぼこなど約50台の出汁と呼ばれるものが出ます。うーん、本当に行列になってこうバーっていくんですけれども、出汁ね、山に車って書くんだね。そうです初めて聞いた。じゃあ大獅子ってどのぐらい大きいと思います？実際想像ですけど、なんか人がね結構入るイメージだから、なんか3メートルか、あ、ちょっとメートル数で言われると僕はちょっと答えが出ないんですけど出ないんだ。大体あのコンビニの入り口の大きさぐらいです。わかりますか？まあ、でも長いことは分かった。全国共通か分かんないですけど、うん、
ただそのぐらい大きな大地震に、多分それはあれなんだろうね、あの光志くんがよ見てた、いつも見てたコンビニがそのぐらいかな、多分こんぐらいだろうっていうことで表現させていただいたす。その中でその大地震の中に子供を入れるんですよ。子供を入れるというか、子供を口の中に入れてこう閉じるんですね、パッカンパッカン。それ大丈夫、痛くないの？あ、痛くないです。ちょっとあの空間になってるんで、ね、そういうことね。ビビったビビった空間になってて、こうパックンパックンつるんで、獅子が子供をなんか食べるみたいな感じ、はい、そうです、そうです。あー、なるほどなるほど。実は獅子パックンと呼ばれてましたね。こちら面白いな。いや、獅子パックンと呼ばれてるんですよ、その無病息災を願うってことで。あ、そうなんだ。伝統的に伝わってますから。へえ、そうなんだ。え、じゃあ何、光志くんもやったの？あ、それはちょっとできないかもしれない。できないかも。ダンス代多分ちょっと大きさに制限があるかもしれないですけど。なるほどね。そうなんですよ。確かに。あの、そういった形でこう地域発展のために、うん、とか、もしくはその子供の、うん、子供がこう未病息災を願えるためにっていうことでこう行われている祭りっていうのはやっぱり多いなっていうのを今回思いましたね、うん、またこう伝統が続いていくっていうことはすごい、あの、嬉しいことではあるんですけれども、うん、やっぱそれを知らないと伝わってこないものがある。まあまあまあ、そうだよね。これ何のためにやってるんだろうってなるもんね。ただ楽しむだけじゃなくて、うん、伝統も知るってことが今回祭り、うん、春祭りを、調べてみてすごく感じたことでありました。あ、確かにね。でもね、祭りってさ、もう俺のその地元の祭りもそうだったけど、はい、あの、やっぱりベロンベロンにみんなさ、お酒飲んで、そうですね、他で休憩してちょっとまた飲んでて、俺もそのおばあちゃんがその休憩スポットみたいな、うん、ところで、はいはい、お酒とかみんなお菓子とか出すのよ。あ、はい、まあ、俺はそのお菓子目当てで行ってたんだけどもう大人はみんな飲んで本当に、あ、来たのみたいな感じでやってさ、そう、でもそういうさ雰囲気っていいよね、うん、なんかうわー祭りやってるっていう、なんかその季節が来たって感じしますよね。そうそうそう。で夜は、まあ、うん、僕のところだけど、ね、の夜はその親戚でまた集まって、うんうん、また、まあ、みんなで、ね、はい、食事をするっていうのが、ね、その毎年春のね、確かに ここら辺ぐらいの時期のね、うん、イメージだったね。本当に楽しんでる感じがしますよね。祭りって楽しいよね。楽しいです。じゃ あの皆さんも、春祭りというも、春祭り、それぞれの地域で多分、うん、そうだね、祭りが始まってくると思うので、はい、ぜひそれぞれの地域で伝統を感じながら楽しんでいただけたらと思います。、はい、以上、モッケダの山形のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということでね、今回ね、はい、春祭りのお話とかいろいろしたけれども、そうですね、いいね、ほんと祭り、なんか行きたくなってきちゃった、この話を聞いて。あ、地元のあの祭りのあの、なんだろう、アットホーム感というか、あの、あったかい感じをちょっと俺ご無沙汰してるなと思って。あんまり行ってないですか。うん、なんかもう最近、うん、こっち上京してから、はい、その来てないなって、なんかそういう祭りらしい祭りに参加はしてないかなって。安田さんのふるさとだと、うん、あんまりあの大きな祭りっていうのはあるんですか。あるんだけど、はい、あのどっちかってあのね、俺そういう大きな祭りよりはその地元の祭りですごいあのやってたんだよね。あのだから冬だったらみんなで、はい、あのなんかね、竹みたいの燃やして、え、竹とかその藁とか、その取った後の藁とかを燃やして、はいはい、でそこにお餅とかみかんとか焼いてみんなでね、まあ、みかん焼くんですか。みかん焼いて、へえ、みかんあんまり焼かないんだけど焼いてたの多分主に子供の俺たちだけだったんだけど餅とかをそう焼いたりして、お酒半分みたいな。そう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 なるほど。そうでね、その日だけ、はい、そのやっぱ夜やるから、そのなんだろうな、その夜遅くまで出歩けるというなんかね、あ、非日常を味わえるんだよね。連れてかれるん、あ、僕のところは連れてかれたんですよ。あ、そうなの。だって夜にあの歌唱というか、まあ、あるから、なるほどね、それに連れてかれて、あ、こう一緒にこう手を叩いて、あ、わかるわかる、そうそうそう、手を叩いて楽しんでた覚えがありますね。そうだよね、だからね、いいよね、そういうなんか思い出しちゃってさ、あーと思っちゃった本当に面白いですよ、祭りは。祭りはいいよね、やっぱね、
まあ、どの、ね、祭りも楽しいと思うからね、うん、本当にいろんな祭り行きたいなって思います、うん、そうそう、だからさ、逆に今住んでるところのさ祭りは何なんだろうとかさ、あと祭りのその由来とかさ、その歴史を知りたいなっていうのを確かに今回思ったね。ありがとうございました。やった甲斐があります調べた甲斐があります調べた甲斐が、はい、多分リスナーさんもねこう思ってるこうあるんじゃないかなと。 ありがたいですね感じていただけたらはい、はい、嬉しいですね、はい、てかそれでは、セカンドベース次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。